FIFA ワールドカップもいよいよ準決勝を迎えました。この試合に勝てば残すは決勝だ。サッカーファンの皆さん、お待たせしました。 FIFA ワールドカップもついに準決勝です。この試合の実況は私西岡明彦、解説には元日本代表福西崇史さんをお迎えしました。さあ、この試合を制して決勝に進むのはどちらのチームになるのか。日本がアルゼンチンと対戦します。どちらも攻撃つけがたい素晴らしいチームなので、ここで片方が消えてしまうのは少し残念な気もします。準決勝まで残ったことだけでも異様ですが、お互いに狙うのは優勝のみでしょうね。選手たちの何としても勝とうという意気込みが好ゲームを演出してくれるんじゃないでしょうか。このパスは守備の網にかかります。これはコーナーキックになりました。この位置からチェックされています。タッチライン際を上がれそうです。ボックス内にクロスが通ります。危ない局面でしたが、なんとかしのぎましたね。裏を狙ってきた。裏を取った。最後まで持っていけるか。これを止める。なんという反応でしょう。素晴らしいセーブでした。センター付近に届きそうです。おっと、クリアミスか。これは危ない。キーパーが止めた。相手に渡したかのようなパスでしたね。おっと、フリーです。ここはゴールならず。強いシュートが外れました。精度の方が大事だったと思います。思い切り打つことはなかったんじゃないでしょうか。パスミスでしょうね。ボールは相手に渡っています。チームが攻め上がっていきます。ここからどう展開していくんでしょうか。笛が吹かれました。オフサイドです。清水梨沙、ボールがこぼれました。ボールを回してチャンスを伺います。同点ですから慌てる必要はありません。相手ボールになります。これは明らかなオフサイドです。まあそうですね。オンサイド側に戻ろうとしたところにパスが来ちゃいました。あそこに出しちゃダメですね。絶妙なパスです。ピンチを出します。ボンセグンド、裏へのいいパスが出た。ここはシュートチャンス。サポーターも分かっています。見事なセーブでゴールを死守。さあ、コーナーキックです。現在同点。相手をリードするチャンスです。ギリギリでクリア。見事なディフェンスです。素晴らしいカバーでしたね。カットされましたが、まだチャンスか。
味方へのパスは少しタイミングが合いませんでした。スローインになります。熊谷、アタッキングサードに入ってきた。危ない場面でしたがクリアしました。シュートは入るか、打つしかない、入った、先制ゴール。チームは準決勝を一歩リードしました。フィニッシュに至るまでのポジショニングがいいですよね。オフザボールの動きでチャンスメイクをしたからこそのゴールでしょう。さあ相手陣内に攻め込んでいきます。ここから何を見せてくれるのか。危ない場面でしたがナイスインターセプトです。キーパーの素晴らしいセーブ。ああ、いずれにしろ今のプレーは無効でした。オフサイドフラッグが上がっています。猶本、いいパスを出してきた。チャンスを生かせるか。ゴールを脅かしたものの、ここはキーパーがしっかりと抑えます。ボンセグンド、ちょっと不用意なパスでしょうか。レフェリーがフリーキックを与えます。相手のチャンスをディフェンダーが潰しました。カウンターのチャンス、ここは決めたい。いい寄せです。このコーナーで同点に追いつけるか。コーナーからエリア内へ、もう一度コーナーとなります。クリアが甘い。プレーは続きます。緊張する場面が続いていましたが、これでひとまず安心です。サイドを上がっていく、スペースを詰めていきます。おっと、このファールは危険な位置でのフリーキックになりました。決まった、ゴール。この追加点でチームはリードを2点に広げました。これで決勝戦へさらに近づきます。壁越しに蹴ったボールがゴールの外へ逃げていくように曲がっていきますね。見事なフリーキックでした。前半終了の笛が吹かれました。ハーフタイムです。
前半キックオフです。おっとフリーです。ここはゴールならず、強いシュートが外れました。精度の方が大事だったと思います。思い切り、見事なセーブでゴールを死守。さあコーナーキックです。現在同点。シュートは入るか。入った、先制ゴール。チームは準決勝を一歩リードしました。コーナーからエリア内へ、もう一度コーナーとなります。決まった、ゴール。後半戦キックオフ。強いシュートが、主審がペナルティースポットを指差します。これを決められると1点差に詰め寄られます。そしてレフェリーは選手にイエローカードを提示しました。 PK は当然ですが、決定機を阻止したのかどうかが判定の決め手になりました。まあ今のはイエローで済んでよかったと思った方がいいでしょう。これを決めれば同点の可能性も見えてきます。ゴールです。冷静に PK を沈めました。押し込まれる時間が続いていましたが、チームの前半は冷静にチャンスを伺っていたようですね。鮮やかな反撃が見事に決まりました。三宅、南、素晴らしい読みでインターセプトしました。ボールを前に運びます。どこから仕掛けていくんでしょうか。杉田ひな、面白いところに出してきました。このままいけるか。かろうじて防ぎましたが、ピンチは続きます。相手が触り、ボールは外へ。コーナーキックです。ゴール前に入れた。ディフェンダーにクリアされました。危ない場面でしたが、ナイスインターセプトです。速攻のチャンスです。前を見たい。打った。キーパーの好判断ですね。しっかりセーブしました。インターセプトします。華麗なパスですね。いい攻撃の形でしたが、攻めきれませんでした。カウンターのチャンス、仕留められるか。相手が戻れていない。数的有利です。カウンターから決まるかと思いましたが、ボールを失いました。ファールがありました。フリーキックになります。ファールの判定です。フリーキックになります。
遠藤純。大きく空いたサイドのスペースを攻め上がります。いいパスだ。おっと、これはキーパーのナイスセーブ。コーナーになりました。追加点のチャンスです。コーナーからエリア内へ。あっと、キーパーがセーブ。ゴールを許しません。決まっていてもおかしくないヘディングシュートでしたよね。止められた方もまさかという感じでしょう。センター付近に届きそうです。これはクリアしきれないか。これはいけません。あっさりとパスカット。バニーニ、ここぞというところに出した。可能性もありましたが攻撃は失敗に終わります。遠藤純、切り込む。インターセプトで相手の攻撃を封じます。しっかり見えています。チャンスでしたが決められませんでした。キーパーが落ち着いて対応しましたね。インターセプトしました。さて、ゲームもいよいよ終盤を迎えています。現在リードしているのは日本ですが、その差はわずかです。2点取っているものの失点もしているので油断は禁物です。ここからは時間をどうつ。ゴール決まった。チームは2点差まで離されたものの、ついに同点に追いつきました。これだけ威力があると、たとえキーパーが触れたとしても弾き出すのは無理でしょう。すごいシュートでした。なんと同点。これは逆転も十分に考えられるでしょう。レフェリーが両手を出してプレーオンを指示します。長谷川、熊谷、杉田ひな、これはよく見ていました。一旦クリアしましたね。バニーニ、ロドリゲス、いいロブパスです。この時間ですから、ここで1点リードできれば大きなアドバンテージとなります。笛が鳴りました。カードは出るでしょうか。これはまずいパスでした。相手に渡ります。高い位置でボールを取った。同点の状況でキーパーがビッグセーブ。助かりましたね。ディフェンスはヒヤッとしたでしょう。どうやら選手交代のようです。これはコースが甘かったでしょうか。ミートしきれませんでしたね。杉田ひな、
サイドにスペースがあります。さあもうあまり時間がありませんが、ここで得点を挙げられれば試合を決定づけるゴールになるでしょう。レフェリーがアディショナルタイムを3分としました。バニーニ、相手にパスしてしまったようです。ドリブルでピッチを駆け上がります。中で選手が待っています。しかしここはキーパーが素早く反応しました。ここで長いホイッスル。両チームは前後半も戦ったもののスコアは同点。延長戦で決着をつけることになります。おっとフリーです。ここはゴールならず。延長戦が始まりました。まずはこの前半の15分からです。スライディングでいく。ドリブルで運びます。簡単にさばけるシュートでした。清水、ボールを取り返しました。シュートに反応した。ブロックしています。フラッグが上がっています。オフサイド。長谷川、レフェリーはアドバンテージを見ています。パスは通さない。バニーニ、ロドリゲス、ボールが相手に渡りました。どこまでドリブルするのでしょうか。ここは押し出します。コーナーキックが与えられました。勝ち越しのチャンスです。このクリアは小さい。リードを奪いたい。決まった、ゴールだ。準決勝はここで均衡が破れました。チームは相手をリードし決勝進出へ一歩近づきます。ちょっと焦っていたのかもしれませんが、クリアが甘くなってしまいましたね。結局このミスが失点を招くことになりました。これは監督も怒ってるでしょうね。インターセプト。アディショナルタイムが提示されました。1分です。ギリギリのところに飛び込む。ロブで裏を狙います。ボンセグンド止めた。ボールが転がる。選手を交代させるようですね。コーナーキックが入ります。ディフェンダーにクリアされました。
おっとフリーです。ここはゴールならず。延長戦後半のスタートです。ボールをうまくキープします。同点に持ち込めるか。シュートをブロック、キーパーが飛びついた。シュートをセーブしています。このコーナーは誰に蹴るか。これはキーパーが難なくセーブ。コースが少し甘かったですね。さすがにあれは決めさせてくれません。遠藤純、杉田ひな、ボールを運んでいます。ボールをキープして自ら勝負します。入った、ゴール。終了間際に追加点。さらにスコアを積み増します。チームの決勝進出への勢いが止まりません。いやー、こういうシーンを見たかったんです。相手を抜いてからのこの冷静なフィニッシュです。ボールをなかなか離しません。ここでボールを取り返します。チャンスです。ここがポイントです。これを止めた。キーパー相手のゴールを許しません。ここでパスカット。ここはよくスペースが見えていました。あと一息というところで相手にカットされました。杉田ひな、見事なスルーパス。入った、ゴール。終盤になってもチームの勢いが止まりません。これで3点のリード。リプレイが出ます。なんといってもこのスルーパスですね。素晴らしい抜け出しからしっかりと決めました。この選手は常にディフェンスの裏を狙っていますね。残り時間も少ない中、厳しい展開になっています。マヨルガ、ボールを前に運んでいます。ここでインターセプト。試合終了。ホームチームが決勝進出を果たしました。負けられない戦いだったからこそここまでもつれたんでしょう。最後は気持ちで決勝への切符をつかみ取りました。もう優勝は目の前ですから、このままの勢いで決勝に臨んでほしいですね。おっとフリーです。ここはゴールならず。強いシュートが外れました。精度の方が大事だったと思います。思い切り。見事なセーブでゴールを死守。さあコーナーキックです。現在同点。シュートは入るか。入った、先制ゴール。チームは準決勝を一歩リードしました。
コーナーからエリア内へ。もう一度コーナーとなります。決まった、ゴール。この追加点でチームは強い。シュートがいきません。キーパー、これを決めれば同点の可能性も。ゴールです。冷静に PK を沈めました。かろうじて防ぎましたが、ピンチは続きます。相手が触り、ボールは外へ。コーナーからエリア内へ。あっと、キーパーがセーブ。ゴールを許しません。決まっていてもおかしくないヘディングシュートでしたよね。ゴール、決まった。チームは高い位置でボールを取った。同点の状況でキーパーがビッグセーブ。助かりましたね。このクリアは小さい。リードを奪いたい。決まった、ゴールだ。準決勝はここで均衡が破れました。チームボンセグンド止めた。ボールが転がる。同点に持ち込めるか。シュートをブロック。キーパーが飛びついた。シュートをセーブしています。入った、ゴール。終了間際に追加点。杉田ひな、見事なスルーパス。入った、ゴール。終盤になってもチームの勢いが止まりません。これです。